するしない。皆さんこんにちは、最高戦日本プロ麻雀協会するしないブルー河野直也です。さあ本日はですね、何をするかと言いますと、日頃麻雀を打つ時にセットで仲間内でやる時に4人揃わなかったりすることってよくありませんか？あと1人足らない、あと2人、2人は麻雀できるのにっていう時に、麻雀牌を使って何か面白いゲームってあるのかなっていう方に、17歩というゲームを今日は紹介していきたいと思います。さあ17歩というのはですね、麻雀漫画でね、福本さんが書いているカイジという漫画で、実際に17歩っていうのをやってたと思うんですけども、そちらのルール説明を、まあ、ちょっと牌を実際使ってやっていきたいと思いますので、皆さんじゃあちょっと見てやっていってほしいかなと思います。まずは2人バージョンですね。カイジは2人バージョンでやってるんですけど、実はこの17歩すっごい深いゲームに変わっています。なので最初の基本ルールをやった後に、3人あるいは4人でもできる17歩、今僕たちがやってる17歩をご紹介できればなと思っていますので、最初の2人バージョンからまず確認していっていただければと思いますので、ご覧ください。ではまずですね、2人でやるとき基本的に、ハイパイをオフにしてください。こういう風に出ます。で17歩というゲームはですね、この自分の山の34枚を使ってまず天牌系を作ります。じゃじゃじゃん。そしてまあドラは適当でいいです。対面の人と戦うので、右か左の山から1個ドラをめくって、これが今チーマンがめくれてるのでパーマンがドラになりますね、っていうのがまず一つのルールなんですけど、この難しいのはまず万願以上を作らなければいけないんです。この17歩というゲームは万願以上を作らなければいけないということで、ちょっと手配で万願以上をまあ作ってみますと。で基本的にダブルリーチっていう役はつきません。なのでリーチはつきます。リーチ何々あと3班漫画になるように作れば OK ということになってますね。で親はありません。そして今トンチャとシャーチャ、対面同士なんでトンチャとシャーチャになってますので、じゃあ仮にですね、今親はね実際じゃんけんで決めるということになってるので、じゃあどこさんじゃんけんしますか。じゃんけんぽい。今僕が勝ったんで、もう一回じゃあトンチャということで進めていきたいと思います。で制限時間は3分と書いてありますね。ダブリーはないっていうのは先ほど言いましたし、で裏ドラ期待、これ漫画が作れなかったらどうするのっていうのもあると思うんですけど、漫画作れなかったら基本的に上がることはできません。上がったらチョンボになってしまいますので、漫画以上じゃないとダメって言われてる。ただ手合いは作らなければいけません。手合いを作っていかに包重しないように打つかっていうことが大事になってきますね。さあということで、ちょっと実際漫画が作れるかどうかやってみましょう。時間でーす。じゃあまず僕が親なので僕からで、切る際ですね、今自分で手を作っている中のではなく、こちらの山の方から切る牌、いかに当たんなそうな牌を選んでいって、でこの17歩というネーミングがあるので、17順切り終わったら終了です。これも大事なところですね。だから上がりが発生しないこともあります。じゃあ早速いっていきたいと思います。まずはねリーチですね。リーチ取ったぜみたいな緊張感が一時ずつありますね。まあこうなりますよね。まあさすがにね、うん、さすがにね。知ってんだよ、こういう罠があるのか。この17歩というゲームは、まあ、本来の会議であれば本当すごい高いお金をねかけてやってましたけど、普通に仲間内でやった時はやっぱもういかに喋れるかですね。これさすがに通ると思うんですよ、はい、いいですか切って。いい通りました。通します。まあ、うん、でいかにやっぱり守備を強くするかっていうのもね、そうね、やっぱり大事なところになってきますもんね。これ満願っていうものの可能性ね。そこなのよ、うん、この辺当たっては満願ないんじゃないかとかもありますからね。通し、裏の裏を書くみたいなのがありますからね。取ったぜ。あ、急走ね。あ、分かる分かる、うんうん、これいくか。これいくか。
あ、通りました？これギリギリ。いや、まさかチューチャンパイが通るとはなよ。ちょっとこれさ、え？知ってんのよ、こういう引っ掛け。そう、これが17本の醍醐味ですね。こういう危険な牌、数字の牌を切っていって自分の当たり牌を競り出すっていうこともありますけど、もちろん当たることもあるのでリスクもあります。引っかかってるやつ許せってなりますが、今イーソー、数字をかけてイーソー切ってるんですが、イーソーは通りますと。これね、これ危ないの、ほんとチーソーもね、危ないよね。一通とか言われるからね、ね、あのこうチーソーとか切ってきてる相手は相当安全牌に困ってます、今。それは分かるので、基本的にはやっぱ安全牌増やさないようにね、通ってないでしょ。これはさすがに今止まったもんね、通ってないでしょ。通ってないね。いいの、はい、え、通ったのギリギリね。通ったの、なんか今当たりみたいな空気出してきてたけど。ギリギリね。でこうやってね、やっぱ一色、二人でやってるとやっぱ一色になりかねないんですよ。そうなんですよね。まだピンズが一番触れてませんもんね。そうなんですよ。僕今気づいたんですよね、これ休めだな。押してんな、うん、彼氏相当押してるな。いやいやいや、いやね、これ厳しいんですよ本当に。今ね13枚切れてます、うん、なので僕はあと4杯通せば17本完成となります。で当面のシャーチャなのであと5杯ですね。これね、これね、マジきついんですよ。5杯ですね。さすがにこれだな。で、あと2杯になりましたね。で、これダブルリーチはないんですけど、一応背底はあると思います。なので背底に危険牌を持ってきたら背底といい判で、もしかしたら漫画の可能性はあるので、そこも大事になってきますね。なるほど。で、まあ、僕の中でのやっぱ感想としては基本的に満点だと思うんですよ、うんうんうん、マンズはどうしてもここ出してみたかったと思うんですよね、うんうん、想像は通りましたし、でピンズは苦渋の選択で統一で切ってきたと思うんですよ。なのでピンズは通りますね。通ったぜー。で、これで僕は17歩が終了いたしました。あとはドッポさんがいっぱい切って流局なら流局です。あ、上がりが出なかったということで、手配をじゃあ開いてみましょう。実際漫画があったのかどうか。さすがにマンズなんですよ、こういう風に人を貶めるというか、いかに自分が上がれるように出してくるかっていうゲームになってきますね。今ちょっと見えないと思うんですけど、ドッポさんは、12時目にウーバーを切って、チーマンキーマンですか？チーマンキーマンですね。チーマンキーマンのチーイチをね、やってきてます。僕はあのちょっと打点が足りなかったんで、リャンマン短期という自分まさかのウーマンで先に引っ掛けてくれるという奇跡が起きまして、リャンマン短期上がれるんじゃないかと思いましたけど、逆にもうああやってね、小賢しいウーマンを切ってきてるときはマンズ待ちとかいろいろ読める、これが17本のゲーム性となってますね。で、これで漫画が終わってたら、展望が動いて、何度も何度もこれは対戦できるので、ご自身2人だったら2人でじゃあ何時にやめるとか決めればいいかなと思います。っていうのが17本の基本ルールとなっております。なのでまあ手配を上がってくる34枚から漫画を作る、2人でその自分が上がれるように、あるいは相手を上がらせないようにどんどん切っていくっていうのが簡単な言い方ですね。と、ここまでが普通の17本のルールとなっているんですが、なんと僕が今やっている17本はそれに改良に改良を重ねて、なんと3人でも4人でもできるようになっています。なのでかなり難しいですから3人版をちょっとお届けしたいと思いますので、こちらもぜひやってみていただけたらなと思いますので、ちょっと見ていていただければと思います。